皆さんおはこんばんちは。今回は半年ほど前にリクエストをいただいた一日の日が評価が増えたではどのくらいミュージックコンがなるのか検証する動画です。ちなみに本当工事中では XP2000 様が金山駅、名鉄一宮駅でも検証させていますので、ぜひそちらもご覧ください。それではどうぞ。東岡崎駅の時刻表です。優等種別は以下の通りになります。撮影場所について、実は東岡崎駅はミュージックホールは良くなりますが、撮影上大きな問題点があります。なんと全ての特急、快速特急が反対側の列車と被るという素晴らしい状況になっております。というわけで列車は反対側のホームから撮影する方がかっこいいのですが、この駅では同じ方面のホームから撮影します。またこれは個人的なこだわりですが、自分が運転士に見えてしまうとファンサービスホーンを鳴らしてくださる方もいらっしゃいますので、それは検証に含みたくないため、今回はホーム後方での撮影をします。それでは10時47分発海徳豊橋駅から検証開始。まあ一発目はネオンガスのメダル、そんなに甘くないです。ミュージックホーン爆笑検定で有名な2260です。続いて2本目です。どうだ。本日は中京競馬場前にも臨時に止まります。昨年導入された3次車ですね。またもよい、はい、次。リニューアル車ですね。もうすぐ1年になります。しかし無音。その後の無音地獄は続き、最初の車両が豊橋から帰ってきました。無音ですがダブル。中京の臨停のせいで5分発のコーガートから来ました。1時間が経過しました。今のところ0本。この後の無音地獄は続き、とここでついに反対側は無音でしたけど、わらわら。1014F ですね。さっき鳴らした 1114F とはかつて、おのおのの特別車2両が、連結して全国1000系でしたね。1116F です。ミュージックホーンの前半と、後半の間が短いのが、特徴ですが、最近は長くなったり短くなったりしてるようです。浮き種の推測では毎日検査場に入ると、短くなり、犬山検査場に入ると、長くなる気がします。また無音のオンパレードが始まりました。3頭ですね。名城では珍しいです。一気に行きます。わらわら。無音4センチャー。しかし神は笑いを放たなかった。1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入室チケットが必要です。
これまで鳴った本数は20本中2本でしたね。さあどうでしょう。残念、一番最初の車両が実家から帰ってきました。ちなみに豊橋、実家、豊橋、見るのは時間がほぼ同じです。こいつも薄汚れてきましたね。撮影日は運用開始から352日です。快速特急、新車の前市が到着です。次は富士急と新宿まではリニューアル車同士の差し替えがあったようですね。さっきから無音という言葉すら出てません。わらわら、先週に疲れが出てきました。3番線の電車が一部特別車の快速特急。こうやって見るとパノスパってかっこいいですね。2206F は音が小さいと言いましたが、一般車側はそこまで小さくかないです。2200ばっかですね。しかも無音続き。そして迎えた30本目。やっとなりました。警笛タスフルピタの綺麗な水鳴でしたね。皆さんも飽きてきたと思うので一気に行きます。ダブル一気に1時間が流れました。39本目です。あと2本。岐阜行きです。新安城、知立、神宮前、花山、名古屋、高野宮、一宮、新津川、さあ、で切っちゃいましたね。現象終了後、この方のブームの特急に乗りましたが、鳴らした息忘れてハーフでした。反対側は安定の無音。検証終了。今回鳴った本数は4本でした。8本 ×5 時間ですので40本中4本なりました。東岡崎駅で鳴る確率は 10% の計算になります。車両別に見ると1000系が1本、1200系が1本、1200KR 編成が1本、2200K が1本となりました。結構均等ですね。結果は1時間半いれば1回は聞けるかもですね。運転士の乗務やホームの状況が日によって違いますので、あくまで参考程度にお考えください。それではこの辺で、バイナラー。